バヤジとセ世は、オスマン帝国の第八代皇帝。第七代皇帝メフメトとセ世の子。聖者と呼ばれるほど信心深い経験なムスリムであった。花々しい外政を行った父メフメトとセ世と、息子セリム一世に比べて、外政で目覚ましい成果が見られず、書籍では業績を低く評されることもある。彼の知性については、停滞の時代、あるいは、 メフメト二世の時代の反動でイスラーム色が全面に出た保守的な時代とする見方がある。1447年にメフメト二世の長子として生まれた。1456年に弟のムスタファと共に滑稽を施され、同日にメフメトによってアナトリアのベイリックたちを招待しての大宴会が開かれた。この祝宴はメフメトがベオグラード方位で大敗して帰国した。 直後のことであり、縁を開いたのは、敗北を忘れる意味合いもあった。オスマン帝国の巫女の官例として、アマスイアの知事を務め、1473年に起きた、白洋朝とのバシケンとの戦いでは、イエニチェリとヨーロッパ人からなる部隊を指揮し、ウズン・ハサンの老いが率いる、騎兵隊と交戦した。メフメトの存命中、中央集権化と国際化に反発する運動が、イスラーム宗教界 そして、バヤジトによって行われた。アマセイアのバヤジトの宮廷には、メフメトの独裁的とも言える政策に反対する、党派が形成され、メフメトは反対派を監視することはできても、彼らを解散させることはできなかった。1481年に、メフメト2世が、イタリア遠征途上で沈没すると、弟のジェムとの定位をめぐる争いが始まる。バヤジトとジェムの両方に、 メフメトの死を告げる死者が送られたが、遠籍の総督指南によって、ジェムへの死者が足止めを受け、ジェムに先んじて、イスタンブールに入場した。バヤジトの入場に先立ち、ジェムの擁立を考えていた、大宰相、メフメト・カラマニーは、イエニチェリに殺害されており、イエニチェリとメフメトの政策に反対的だった進化に、支持されて、1481年5月21日に、 正式に皇帝として即位した。その即位の経緯から家にチェリに特権と恩賞を付与し、反対派の要求に対して情報する必要があった。定位を逃したジェムは、ブルサを占領して、貨幣と太とにり、自らの名を刻んで独立を表明し、バヤジトに帝国の分割統治を条件とした和平を提案した。バヤジトは、ジェムの提案を拒絶して、対決の意を示し、戦前に、 ジェム側の司令官の幾人かを調略し、同年6月20日のイエニシェヒルの戦いで、ジェムの軍を破った。破れたジェムは、エジプトのマムルーク町に亡命し、白曜朝に亡命していたカラマン広告の王族、カシムベイと協力して、再起を図るが失敗、エジプトを離れて、ロドス島の西ヨハネ騎士団のもとに身を寄せた。バヤジトは、マムルーク朝、西ヨハネ騎士団、 フランスのバロワーサ、教皇庁といったジェムが亡命した北、アフリカ、ヨーロッパの諸勢力と交渉を行い、西洋派ね騎士団との交渉では、騎士団側の要求に応じて、多額の身の代金を支払わなければならなかった。ジェムの子を討ず、ジェム派の交換を粛清し、1495年に、ジェムが病死した後に、彼の生母、妻、娘を保護するが、男子の子孫は、 ロドス島に残っていた一人を除いて、全員が、公主に処された。1495年に、ジェムが病死するまでの間、オスマン帝国と亡命中のジェムを保護した、マムルーク町の関係が悪化する。マムルーク町とは、ジェムの処遇以外に、メッカの水路の修理を拒絶されたこと、インドからの贈り物を携えたし、オスマンドゥルカディルの連合軍はマラティア付近で、マムルーク町軍と戦うが敗れ、 かえってあだ名、タルソス値の城塞を奪われる。戦後に、マムルーク朝から和平が提案され、和解を進めるカリフの新書と共に奪われた贈り物も、届けられるが、バヤジトは、この提案に対して、新軍という答えを返した。オスマン軍は、ウズバク、ブンタタ派率いるマムルーク朝軍に三度破れる不利な状況にあったが、マムルーク朝も、長期の戦争によって財政が悪化しており、 1491年にハフス朝の仲介によって和議が結ばれた。ゾンキオの悲しい戦いハンガリーをマーチャーシュ遺が没した後、1492年にマーチャーシュの死を後期と考えて、ベオグラード攻略に挑むが失敗。1495年にハンガリーと10年の休戦協定を結んだ。しかし、ベオグラード遠征と同じ1492年に、 モルダビア公国を属国化し、国会方面への拡大は着実に果たした。国会沿岸部の霧やア,アッケルマンを支配下に置いて、国会西岸の通行を確保し、クリミア半国の騎兵の動員を容易にした。陸軍と海軍に新兵器を導入して、戦力の増強を進め、当時勢力を伸ばしていたベネツィアに対抗する戦力を蓄え、 大航海時代に入っていたヨーロッパ各国と対峙するとともにアフリカのイスラーム諸国を征服する基盤を整えた。1495年にバルバリア海賊など地中海や英華海で跋扈していたムスリムの海賊をオスマン海軍に編入し彼らの知識と経験を軍内に取り入れた。この時にオスマン海軍に編入された代表的な海賊としてケマルレース、ピーリールイースラがいる。 また、西欧から積極的に造船技術を取り入れて、新型の艦船を設計した。イタリア語、フランス語、スペイン語に由来する海事用語は、ほぼそのままオスマン語に取り入れられ、海軍で使用されたバヤジトの時代に導入された兵器の最たるものに、キリスト教徒の技術者、ヤーニがベネツヤの技術を取り入れて設計した2隻の大型艦船があり、全長79ビット、 全幅39ビットの大きさを誇った。海軍の強化中は、ベネツヤとの衝突を避けるために、地道な交渉を行っていたが、1499年に、バヤジとは、ベネツヤ領のレパントへ、新生別動隊として、ダウード・パシャの率いる艦隊が、アドリア海より出発し、艦隊には2隻の大型艦船も含まれていた。同年8月12日のゾンキオ上近海の戦いで、 オスマン海軍のガレー戦がベネツィアのガレアス戦を破り、ヤーニの艦は包囲を仕掛けたベネツィア戦を沈める勝利を収め、キリスト教徒はこの戦いを存キオの悲しい戦いと記録した。ダウード・パシャの艦隊はバヤジトの本隊に合流し、8月28日にデパントをオスマンの支配下に置いた。勝利の翌1500年に、さらにモレア半島にある ベネツィア領のモドン、コロン、ナバリノを獲得し、イスラム勢力の進出を重く見たヨーロッパでは、ベネツィア、ハンガリー、スペイン、フランス、強皇庁による軍事同盟が結成された。同盟軍による攻撃は、艦隊がアナトリアの沿岸部を数度襲撃する程度の規模にとどまり、1502年12月に、ベネツィア、1503年3月にハンガリーと講和を結ぶに至った。 しかし、それでも、なお、海軍の戦力は陸軍に比べると充実しているとは言えなかった。16世紀初頭に東方のイランで勃興したサファビー朝は勢力を拡大しており、当初オスマン帝国とサファビー朝は友好的な関係にあったが、やがてサファビー朝はアナトリア方面への進出の準備を開始する。サファビー朝のシャーイスマー・イール一世はアナトリア侵攻の布石として、 配下にアナトリア全域でのシーア派の布教を指示した。優れた詩人でもあったイスマー・イール一世は自ら筆を取って取るこ語で勧誘の詩を綴り、宣教詩を通じて勧誘の詩がアナトリアに伝えられた。バヤジトは当初サファビー朝の宣教活動を生還しており、高官たちも サファビー朝の動向に関心を持たず、ミコたちの目は定位に向いていたが、1511年にシャーク領を名乗る者が反乱を起こすと事態は急変する。バイアジト地下のオスマン帝国で確立されつつある、スンナ派に違和感を抱く、あるいは彼が推進する厳格なイスラームの教えに不満を持つ、民衆が反乱に参加し、その軍勢は1万にも達したのである。 バヤジと二世の墓バヤジとには、コルクト、アフメト、セリムの蜜子がおり、長子のコルクトは、文人気質で定位への関心を見せず、自死のアフメトが後継者と目されていたが、シャークルの反乱中に、息子たちの後継者争いに影響を与える事件が、起きた。アフメトと大宰相ハドゥム・アリーパ社が、反乱軍を包囲した際に、家にチェリが、アフメトの命令を拒否したために反乱軍の包囲に、 失敗する事件が起き、反乱の鎮圧において、コルクトとアフメトはイエニチェリたちの間の評判を落とし、イエニチェリたちの中では産卵のセリムの人気が高まっていった。しかし、当のセリムは反乱中に、後継者争いを有利に進めるために、バルカン半島への認知外えを要求し、自主アフメトを後継者に考えていたバヤジトが要求を退けると、セリムは、 クリミア半島に亡命していた。かろうじて反乱は鎮圧されるが、ハドゥムアリーパシャ、司令官、ハイダルパシャらをもだった、指揮官は戦死、指揮官を欠いたために反乱を完全に鎮圧することができず、反乱軍の大部分はサファビー朝に亡命した。反乱の後にアフメトは定位を継ぐために、イスタンブールに入場しようとするが家にチェリに阻まれて、 入場できず、1512年3月に、クリミアからセリムが帰還、家にチェリの指示を受けたセリムがクーデターを起こし、1512年4月25日に、バヤジトは、廃位された。同年5月26日、バヤジトは、陰性先であるトラキアのディメトカに向かう途上で、休止するが、セリムによる毒殺を指摘する声は多い。対外政策としては、 西洋派歴騎士団の手引きで生き延びたジェムがヨーロッパ諸国に13年間にわたって止まり人質として利用されたこと及び父の代の勢力的な領土拡大による国家財政の疲弊からバヤジと二世の治世では戦争は先代に比べると大幅に減り父の時代に拡大した領土の基盤固めが主な施策となった国庫の建て直しのために余分な支出を減らしその一方で メフメトが導入した新税を廃止して、社会不満の抑制を試みた。また、積極的に他国の人材を迎え入れ、レコンキスタ後の迫害で国を追われた、ユダヤ教徒の一部もイスタンブールに逃れ、技術者として受け入れられた。バヤジトと交流を持とうとした、ヨーロッパの技術者の中で著名な人物として、レオナルド・ダ・ヴィンチが挙げられる。バヤジトが橋の建造を考えてはいるが、 オスマン帝国内に技術者がいないと聞いたダヴィンチはオスマン帝国に書簡を送った。書簡で金閣湾・ボスポラス海峡に橋を架けることが提案されたが、実現には至らず、設計図は現在も残っている。メフメト2世の知性に建設されたマドラサで学んだイスラーム法学者の影響力が増加し、彼らは国政と立法で力を持った。 バヤジトの時代に編纂された法典が、立法者、スレーマン一世時代のものとされる法典の基礎となり、代表的な法令に、ティマール制を整備するために土地を有する兵士の義務と、権利を告知した文書がある。バヤジトモスクミコ時代と皇帝になった当初は、娯楽と美食に目がなく、麻薬を愛好していたとも言われるが、快楽への情熱は宗教にも向けられた。内政においては、 メフメト二世による中央集権化への反動が起きたが文化面でも同様の反動が起きた。経験なムスリムである彼は偶像崇拝を意味嫌っており王宮が有していた絵画を売却あるいは破棄し、ジェンティレベリーにらがイスタンブールで制作した作品の多くが失われた。バヤジトは宮廷でイスラームの神秘主義と陰文に親しみ学者の保護にも熱心だった。 彼の保護を受けた人物としては、アラビア諸道の6つの基本的な書体を、独自の手法によって再解釈した、諸家シェフハムドゥラーを挙げられる。オスマン帝国内のイスラーム諸学の研究水準は、向上したが、同時に、イスラーム法学が権威化されたことで国内の規定が、イスラーム法の政権を受けるようにもなる。同時に、政党のスンナ派を報じる国家としての意識も高まるが、 領民のすべてがバヤジトとイスラーム学者が推進する協議を受け入れたわけではなく、シャークルの反乱に参加した民衆の中には、政府の宗教政策に否定的なものも多く、含まれていた。バヤジトは、モスク、マドラサ、旧品位を建てており、1501年から1506年にかけてイスタンブールに建設したバヤジトモスクは、今もイスタンブール大学の向かいに姿を止めている。 メフメト2世が建設したファーティフモスクが1766年の地震によって入り口の一部を除いて倒壊したためバヤジトのモスクがイスタンブールに現存する最古の皇帝によるモスクとなっている。アヤソフィアを構成するハンドーム、大ドーム、ハンドームという設計が簡略化されながらも継承されていることがバヤジトモスクの特徴であり、 オスマン帝国の建築家たちが東ローマ帝国の建築技術を意識し、あるいは目標としていたことが伺える。イベリア半島に居住するユダヤ教徒はスファルディムと呼ばれ、その中でキリスト教徒に改修したものはコンベルソと呼ばれた。レコンキスタが集結した1492年以後にスペイン・ポルトガル両国でスファルディムの追放とコンベルソへの異端審問が行われた。 ありがとうございます。